さんこんにちは。今日はですね、新松戸の駅にちょっと来ています。これからね、流鉄線に乗ってみようかなと思っております。雨も風も強いです。新松戸からすぐのところの乗り換えの駅は高野駅というところですね。本当にすぐです。ロッテリアのところも上がると、ロッテリアこれ大昔からありますよね。ずっとあります。ですね、流山の駅に着いたんですけどね、すごい土砂降りで、街歩きはできません。今は平和台という駅で降りました。久しぶりに流鉄乗ったんですけど、すごい揺れる、すごい揺れますね。揺れる想い、体中感じて。いや、体中感じましたよ。酔っちゃうかと思いました。ですね、平和台には糸魚川道がありますね。大きいかな。ちょっとわかんないですけど。前にもね、流山の YouTube 上げたことあるんですけど、確かね、流鉄乗るのは今日で2回目なんですけど、前もね、今日も乗ったのは高野駅からで、なので帰り馬橋初めて来ました。高野と馬橋の間は初めて乗ったというかね、2回目なんでこんなもんですけど、はい。今日もね、これで一応終わりかな。この後も多分撮らないと思うんですけど、まゆみちゃんに会えませんでしたね。会えるわけないでしょう。あの人は今ね、確かね、木更津の方とかで住んでるんですよね。だからストーカーかよ。はい、以上になります。また違う動画見てください。ありがとうございました。